クソお世話に目は生え鼻開く次回アニメのアテレコにチャレンジ。モンスターライフ、これは弱小事務所モンスタープロダクションの若手俳優たちがどんな役もこなせる怪物級の俳優、怪優を目指す番組である。声の表現力レベルアップレッスン、声優界のレジェンド平田博明さんを講師に招き、吹き替え、ナレーション、アフレコを学びます。平田先生といえば、よし、俺はオールブルーを見つけるために、炎が怖くてコックが務まるかよ。国民的アニメワンピースのサンジ役。もうダメかと思った。くそうめえだろ。さらに吹き替えでは映画パイレーツオブカリビアンのジョニー・デップ演じるジャック・スパロー、そして様々な番組でナレーションを担当、まさに声のスペシャリスト。前回、この時おっちょこちょいのおてんば少女は気づいていなかった。胸の高鳴りは恋の始まりということを。この時おっちょこちょいのおてんば少女は気づいていなかった。胸の高鳴りは恋の始まりということを。寸劇でのナレーションを学びましたが、今回は実践編ということで、モンスターライフの5秒次回予告選手権。おー、選手権、はい、5秒、はい、選手権。これはね、今まで平田さんに散々いろんなことを教わりました。確かに、はい、なので僕らが3人とも次回予告やります、うん、そこで誰が一番良かったか平田さんに決めていただいて、うん、一番良かった人の次回予告をモンスターライフのオンエアに乗っけます。うお、マジで、はい、これはでも平田さんが選ばれる可能性もあるってことですか？平田さんはやりません。やったら圧勝でしょ。勝てると思ってんの？いや、全く思ってないですよ。平田さんが僕らの3人の見て、平田さんからあの合格をもらえた人が本当にオンエアに乗るって。乗ります。うわということで、今回のお題となる次回予告ナレーションがこちら。5秒でいかに伝えられるかが鍵となってきますが、さらに結構短くないですか？短いんですよ、アニメの。なので自分のエッセンスも足してください。あ、ちょっと付け足していいってことですね。オリジナリティを付け足して。ちょっとじゃダメだよね。ちょっとじゃダメ。あの、ね、逆襲が始まってる感じです。アニメなんかの次回予告だいたい15秒なんだけど、はい、俺が経験してるのはとんでもない量のコメントを持ってくるからね。セリフ量ってことですか？セリフ量、言えるわけないだろこんなものみたいな。あ、じゃあ結構15秒の中で普通の次回予告っていうのはもうまくし立てるようにポン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 って、まくし立てる。はあ。で、でお願いします、無理だよ、お願いします、聞いてみるのかな。でね、いるのよ、何人か入れられる人が。あ、そうなんですね。台湾みなみちゃんとかね、コナン、あの子はすっごく口が回ってね。へ、そう、おめえがそういうことやるからみんなできると思われんじゃんっていうね。で、5秒ダメよ、だからこんなんじゃ。でだからこれはみんながチャレンジするという設定 で、ね、はい、僕もチャレンジするということで意気込みを。これ先にやってもいいんですか？先にこう足して次回アニメのアテレコにチャレンジ。お任せします。うわー、でもこれは難しいぞ。ちょっとうわ、見て、来週見て。そういう気持ちですよ。確かに、どんなに良くてもコンマ1秒でもこぼれたら。まずは拓也がチャレンジ。考案したナレーションがこちら。5秒以内に読み切ることができるのか。よーい、スタート。次回アニメのアテレコにチャレンジ。クソお世話になりました。いいんじゃん。おー、なるほどね。
ちなみにタイムが4秒7バッチリですか。タイム的には4秒7もうちょっと本当は使った方がいいってことですよね。いや本当は4秒半だから厳密に言うとちょっとオーバーになるのかもしれない。でもね大体スタートって言ってから喋り始めるから上げるからいいんじゃないの。うわー、うわー尺もぴったし。5秒ジャストまでは OK にすればいいんじゃない。うわ時間内に読み切れた拓也合格です。続いては寺山さん考案したナレーションがこちら。拓也より少し長めの文章ですが果たして。よーいスタート。次回アニメのアテレコにチャレンジ。平田さん大絶賛目は生え鼻開く。なんつった目が生え。ごめんなさい噛んじゃったあの平田さん近くて怖いと思って噛んじゃったもう一回行きましょうか。もう一回行きましょう。もう一度目は生え鼻開くです目は生え鼻開く。目が生える。はい、じゃああれは目が出る。目が出るか。もう文章が問題あり俺バカだからさ原稿を直してセカンドチャレンジです。よーいスタート。次回アニメのアテレコにチャレンジ。平田さん大絶賛目は出て鼻開く。おお。時間的にはいいんじゃない。時間的にちょっと一回評価いただきテンションもいいんじゃない。本当ですか。でじゃあ今時間も良くてテンションも良かった。あとは何が足りなかったですか。言葉のチョイスだねそもそも額がなかった。とにかくあの機関銃のようにそこをやって喋らなくちゃいけないから、だから聞き取りやすい言葉をチョイスするっていうのは、これはナレーターの仕事ではないけれども、作ってる人も神様じゃないから、あの時々これちょっと言いづらいなとか、これは違うなっていういうところが直してかね、自分で責任持って直さなきゃいけないし、ここ行った方がいいんじゃないですかっていう提案もしていかなきゃいけないし、なるほどな。だからどうすればこの短い尺でお客さんに届くのかなっていう情報が伝わって、その次では見て来週見てって思わせるのがその次で、まず情報伝わらないとな。あ、じゃあその原稿さんとかとのセッションも必要なスキルってことですか。だと思う僕ね。でもナレーションって一人で撮るから、はい、あの吹き替えとかアニメだと一緒に撮っているとくだらね質問してんなとか、うん、ああそういうとこ注意してやってんだとかって勉強になるけれども、ナレーションって俺いつもだから未だにこれでいいのかな、こういう感じでいいのかなとか、俺失礼なのかな人が書いたままにケチつけてとか、だから悩みながらやるけれども、でもこれ違いませんっていうか、やっぱそれ言わないとオンエアされるの俺の声だからね。そうですね。そうですね。じゃあやっぱ原稿もポイントとして加えてもらう。そうそうそう、はい、聞き取りやすいっていうのは楽器としてのナレーターの要するに喋る技術はもちろん大事だけども、でもそれでもちょっと何言ってんのっていう文章を与えられちゃったら損じゃん。なるほどなるほど、なるほど。言葉のチョイスも大切なんだ、はい、真面目に語っちゃったありがとうございます。5秒次回予告選手権ラストはケンスケ。かなりの文章を詰め込んだナレーションにしたようですが、果たして5秒以内に読み切れる？よーいスタート。声優を舐め腐っていた寺山がようやく興味を持ち始めた。拓也と健介もテンションマックス。次回アニメのアテレコにチャレンジ。なんとタイムが5秒4オーバーしてしまいましたが、もう一回やってみな。もう一回いける。今のこの詰め込み具合はどうですか平田さん。もうね毎回こういうなんか現場にいるみたいな気分になって。お、じゃあ結構リアル。次は時間内に読み切れるか。よーいスタート。声優を舐め腐っていた寺山がようやく興味を持ち始めた。拓也と健介もテンションマックス。次回アニメのアテレコにチャレンジ。うわー惜しい。再び 5.5 秒。あのね基本はねとっても伝えようとしてね一個一個功績もよく喋ってるのはそれはもう基本中の基本だから捨てちゃいけないんだけども、声優を舐め腐っていた寺山がこれね、ブレスを全部捨てていかなきゃいけないね。あ、息を吸ってる。次回要するにこれはね2息だね。声優からマックスまでは1息で、次回アニメのあても声優の舐め腐っていた寺山がようやく興味を持ち始めた。拓也と健介もテンションマックス。次回アニメのあても。なるほどなるほど。一息で言えるか上のいけますか。一回練習します。しない、はい、しない。ケンスケラストチャレンジ。平田先生のアドバイス通り2息で読み切れるか。用意
スタート。声優を舐め腐っていた寺山がようやく興味を持ち始めた拓哉と健介もテンションマックス。次回アニメのアテレコにチャレンジ。おお、いけたんじゃないですか。5秒ジャスト。でもお気に入ったな。いやこの後次回予告選手権優勝者が決定。いよいよオンエアをかけた5秒次回予告選手権優勝者が決まります。ということでモンスターライフ5秒次回予告選手権見事1位に輝いたのは、ケンスケ君。おいや、チャレンジしたよね。チャレンジした。おお、ちょっと嬉しいんですけど緊張ほぐれた。どうしよう、緊張ほぐれました。どうしよう、どうしよう。4コマ書いてきました。どういうこと。声優を舐め腐っていた寺山がようやく興味を持ち始めた拓哉と健介もテンションマックス。次回アニメのアテレコにチャレンジ。一番俺がお気に入っちゃった。この匂いに引き寄せられた俺はカブトムシかな。愛子さんね。めっちゃ